名称寺にて、名称寺にて名称寺にて妙称寺または明称寺桜は、桜の園芸品種の一つである。寒桜と絡み桜の雑誌と考えられている。原木は、愛媛県新浜市、黒島の名称寺にある。3月中旬に、このアーベニー色、または白色の花をつける。別名ね、藩桜。愛媛県松山市周辺は独特の桜の品種が多いことで知られているが、 本品種は缶桜と1909年頃に上海から持ち込まれたカラミ桜の間の主観雑誌と考えられている。愛媛県新浜市黒島の名称寺で地元の植物研究家で当時愛媛県文化財保護委員だったヤギシュゲカズによって発見された。同じくヤギシュゲカズによって発見された椿缶桜に近い品種である。 釈迦が入滅した3月15日頃咲くことから、ネハン桜とも呼ばれる。落葉性の小高木で、辛み桜の系統を引く品種に多く見られる特徴で、あるが、樹幹から気候を生じる。花は3月中旬に開花する。花女は、3形状で4から5毛をつける。5弁の一重咲きで、花形は2.4から3.2センチメートル。花色は、このアーベニー色。 または白色。花弁は5枚で、長さは約1 2トル形状は長大円状の卵型で、花弁の先端には切れ込みが入る。花弁はやや内側に曲がり、花全体としては浅い坂状になる。葉は楕円型で、長さ約1 0トル幅4から5トルまで成長する。規部は円形、巨子は短巨子に重巨子が混じり、 先端は衛星形、またはお城衛星形。表は暗黄緑色で、裏は単緑色である。洋々では表裏両面の脈状に多数の毛が見られるが、西洋ではほぼ無毛となる。洋平の上部には、やや大きめの密線が一つまたは二つある。名称時の住職によって、新居浜市内外の寺社に広められている。ありがとうございます。